スワニー軍はアメリカ合衆国フロリダ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万1551人であり、2000年の3万4844人から19.1%増加した。軍庁所在地はライブオーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。2011年8月までは、 アルコール飲料の販売が禁止されるドライ軍だったが、現在は解禁されている。スワニー軍は1858年に設立された。軍名は、軍の北、西、及び南境界の大半を形成するスワニー側から取られた。スワニーという言葉は、スペイン語のサンフアンあるいはチェロキー族インディアンの言葉で、サワニのどちらかが生まったものとされている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は691.90平方マイルであり、このうち陸地687.64平方マイル、水域は4.26平方マイルで、水域率は0.62%である。鉄道群内を通る鉄道が一本残っている。以前は、シーボードエアライン鉄道が所有し、 アムトラックのサンセットリミテッド号が運行されていた線を現在は CSX トランスポーテーションが所有している。2005年にハリケーンカトリーナの被害を受けた後、サンセットリミテッド号の運行はニューオーリンズで止まっている。軍内の主要鉄道駅はユニオン駅であり、アトランティックコーストライン鉄道とシーボードエア、ライン鉄道が使っていたが、20世紀半ばからは、 使われていない。主要高規格道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ライブオーク市群長所在地、ブランフォード町。ありがとうございます。